はいどうも皆さんこんにちは、ブレサスです。というわけで今回も乙女神楽やっていきましょう。今回は月下の乙女ウサギの交換所にいるメンバーの、星音の解説をやっていきたいなと思っております。こちらですね、対象メンバーが海聖、神楽、もみじ、小島弥生、椎名美琴なんで、与田ちゃん、新内舞さん、坂口たまみちゃん、中村玲奈ちゃんとなっております。今回ですね、まあ一応もうこの動画撮る前にパラッと全員のステータスなどなどは見たんですけど、ああなるほどみたいな感じででした。はい、ということでまず与田ちゃんから見ていきましょう。うさぎを回避しり、もうこの時点でさ、ストーリー見なくてもさ、もうあ君がナンバーワンなんだって思っちゃうんだよね俺。ちょっとストーリー意外と好きだからさ俺、こういうところでおっとっとって思っちゃうんですけどね。まずバトルスキル、うさみ見つけて 25% の確率でランダムの敵3対比は 50% 分のダメージ、体力、防御、攻撃力、速さなどなどは、星4においては攻撃力高い方、防御力はちょっと低い、体力も低めみたいな感じだと思っております。命じます。22% の確率でランダム苦手の攻撃を 13% アップする。まあこれも普通によくあるタイプだなというふうな感じですね。続いて、神楽もみじ、ジャンプ力イコール体の軽さ。体軽いんかな、なんか運動神経そんなあのいい悪いあんま聞かないメンバーだと思うんですけど、まあ、ね神楽内の設定だとどうだったっけな、普通ぐらいだったと思うんですけどね。ジャンプ力を上げて 25% の確率でランダムの敵って300% 分のダメージで、誰にも負けないように 20% の確率で黄色属性優先した味方にての攻撃力を 12% アップ。ああ黄色属性優先の、なるほどね。体力、まあ星4としてみれば結構ベーシックに近い感じかなと思うんですけど、さっきのヨタちゃんの逆バージョンっていう風な感じで捉えていただけるとすごい分かりやすいのかなっていう感じですね。続いてこの子、恥じらいを捨てて小島弥生、一緒に楽しみたいです。 20% の確率で赤属性を優勝にした味方にての HP を現在の、4000% 分回復、レベルの 4000% 分回復なんで、まあ4000回復、まあこの子も回復キャラとして、今回また新しく出てきましたのでね、まあ攻撃力も体力も防御力もまあ普通ぐらい、まあ攻撃力低いか、まあ体力防御がまあそこそこある星のシリーズではね、そこそこある方だと思うので、まああの神体力とかではないので、まあ、だいぶやりやすいのかなと思いますね。星4で13000まで、高くはない、決して高くはないですけど普通ぐらいなのでちょうどいいのかなって思います。続いて、はい、どんな声でも椎名美琴、なんか合唱部かなんかだったっけな、覚えてねえや。22% の確率で、防御力が低いので敵に対 202% 分のダメージ、体力が結構低いね、攻撃力は高めだけど、で気づく自信があります。 22% の確率ランダムの味方で 13% アップしてくれますっていう風な、感じです。ステータス的に見てもうーん星4だからまあそんぐらいかなっていう感じですかね、イメージ的には。はい、以上の4人が、今回の、対象となっております。まあ、僕今チケット2枚あるんですけど、どうしようかな、もう交換しとこうかな、なんかやるんだったら全員交換してからの方が俺ちょっと気持ち的にあるから、ああまあ一応交換はしておきますか。じゃあ回復役のこの子をまず交換しといて、あとも適当で、まあ左から取っていきますか。めんどくさかったら左から取っていくんだよね俺。でメモリアは一応ゲットはしておきますか。レベル100にしておきたいんでね、回復役は絶対にというような感じでございます。はい、で今回もう一個、やってみたいというかまあ試したいことがあるんですけど、こちらですね、全員ザンビ今回の、ヨダちゃんとテラタランゼちゃんの、ザンビとしての参加によって、全員パーティー全員をザンビメンバーにすることが今回できるようになりました。でまあレベルが100ではない子たちが結構多いと思うんですけど、そうだな、まあ今ね適当にこれ配備しちゃってるんで何とも言えないんですけど、HP をちょっと均等にしてあげたいから、マイチンを1回抜いてここにマイチンを入れてあげて、でこっちにザンビ化した中村りのちゃん入れてあげる。
と、まあこれで結構バランス取れるかな。一番これがいいバランス感覚な気もするけど、なんてやっぱザンビの久保ちゃんって HP が高いからね、それが結構合ってるのかもしれない。あとはレベル差か、純粋な、まあいいかな。あー待って、伊藤純奈、確かにアスカちゃんはそんな高くなかったんだよね。純奈ちゃんが高いんだよね多分。いやそうでもないなそうでもなかった。あーまあ一応こういう編成ができますよっていう形なので、まあどっか行ってみますかこれで。まあせっかくなのでね、フレンドもザンビをメンバーに、ザンビを設定している人を連れていくんですけど、ザンビ2体編成してる人っていんのかな、ちょっと調べるか。まあさすがにいないか、さすがになさそうなんで、こちらの方で行きたいと思います。でもこれで多分ね、オール100にすると総合戦闘力9万ぐらいいくと思うんだけどね。で回復がなしだから、あんまりトラップマスには入りたくないんだよね。で火力は基本的に強い方だから、これで終わった時の火ダメをチェックすると、あーでも結構厳しいのかな、体力が少ないからね。普通の殴り合いだけでもそんななのか。あ、黄色ゲージになっちゃうね、どうしても。なるほどね。あとはあれか、敵のあれ今言うのか、確かここのあれだったよね。推奨戦闘力が8万とかじゃなかったっけな、極み級ごとの。それも関係してそうだな。やっぱ回復役がいないともうさすがに厳しくなってきてますね。ネズミの4万5000でも、あ、削られるな、結構削られる。俺今初めてかもしれんけど、ユダちゃん編成して親密のマックスだから、親密のマックスの乾燥状態がこうやって出るんだな。全員ザンビそこまでか、そこまでだな。あと回復がないからもあんのか。あ、あとはまあレベル3のところもあんのかっていうのをちょっと検証してみたかったんで今回やってみました。まあなんかいろいろ改良のやり方はあるかもしれないけど、まあまだ今のところ全員ザンビは弱いね。まあレベルだね。あと俺のレベルの上げ方の問題もあるかもしれない。まだ60が3、4人ぐらいいたから、そこだなって感じですね。で、ガチャやっていきましょう。もうこれね、俺、ないな。一回しか引けないわ。あとでなんかイベント探索のやつでも買おうかな。あれ、500円でしょ確か。まあそれでいっか。とりあえずそれで、まあ動画の、このね、一部として毎回ガチャを引いているので、ちょっとそれはやりたいなと思ってますから、まあそれでやっていきますかっていう感じでございます。あ、そうですね、イベントなんですけど、僕はもうやらないイベント、あ、こっちガチャ画面だ。イベントなんですけど僕はもうやらない方針でいきたいと思います。なんかスケジュール帳見た時に、これもしかしたらできるかもしれんってなったんですけど、これ俺もしかしたらできるかもしれないってなったんですけど、ちょっとね、無理にやろうとしたら、で、変な順位で終わっちゃうかもしれないですよ、俺。なんていうか、日によって、できる人できない日、できる人できない日っていうのがあって、もう確実に分けるんですよ、僕そういう時って。で、できる日にやったとしても、例えば200位とかで終わって、あと100位なんとかしていこうと思っても、それができなかったりとか、例えば、もう3万円ぐらい課金して、いけなかったってなった時に、ちょっと絶対心に来るものがあるじゃないですか。ちょ、それが多分なりそうだって僕は思ったんで、今回ちょっと辞退します。もう報酬、ポイント報酬だけを目安として、だから何百万ポイントっていうところの目安を打って、もうそこで僕は打ち切りにしたいと思います。まあ、あとその交換所にあるアイテム全部回収できれば、それでいいかなって。多分そこまでだったら、この1週間のスケジュール的にいけると思うんで、それをやりたいと思います。はい、最近ねイベントなかなかやれる時がなくて、僕も動画的にちょっとやりたいなと思うんですけど、なかなか時間も取れないのでちょっとそういう風になっちゃったんですけど、申し訳ありません。今回はもう完全に辞退させていただきます。すいません。ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。